ここからは道内のお天気です。こちらは今の岩見沢の様子。路肩の雪山かなり大きくなっていますね。これまでの24時間では31センチの雪が降っています。現在の積雪は幌加内町や倶知安町で2メートルを超えていて、岩見沢も180センチを超えるのは9シーズンぶり、史上2回目の大雪となっています。こんにちは。道内は冬型の気圧配置が続いていて、日本海側で雪雲が流れ込み続けています。昨日からの雪雲の動きを振り返っていきましょう。ライン上に発達した雪雲が石狩湾から岩見沢方面へと流れ込み続けています。風向きが大きく変わらないため、岩見沢周辺同じようなところで今も雪が降り続いています。では今日の天気のポイントです。明日朝にかけても大雪が続きそうです。屋根からの落雪事故、十分ご注意ください。では今の小樽の様子見ていきましょう。こちらは雪が強まったり弱まったりを繰り返しています。明日朝にかけて降る雪の量です。石狩北部から空地にかけては多いところ、さらに25センチの雪を予想しています。また留萌や上川では20センチ、尻部市では15センチ降りそうです。札幌は北区や東区のほか山沿いで5センチ前後の見込みです。続いて午後の天気と気温です。西風が強いため、日本海側では吹雪いて見通しが悪くなる恐れがあります。車の運転は急な吹雪や吹きだまりに気をつけてください。最高気温は札幌でマイナス3度のほかは各地で氷点下です。晴れる道東でも風は非常に冷たく感じるでしょう。変わって今の札幌、こちらは今青空が広がって日差しが届いています。週間天気です。明日明後日も日本海側では雪の降りやすい天気ですが、大雪のピークは過ぎる見込みです。ただ雪が弱まっても屋根からの落雪には気をつけてください。金曜日は高気圧に覆われて日差しが届いて気温が上がっていきます。土曜日の函館はプラスの8度まで上がる予想です。以上、お天気をお伝えしました。